黒ずつの色違いが出てきた。あれやばいんじゃない？行くけどさ。行きますけどね。ちょっともう。クロノ！背後から襲うか。おっと、ちょっと、なんで。いやー、ツルツル滑んだよな。うわー、なんだあいつ。お！お靴のなぎなた？三段砲戦火は店で売ってたやつだけどな。お靴のなぎなた強そうじゃない？さすがに名前はそんなに強そうじゃないけど、見た目がやばいな。後ろのあれなんだい？ささがにと、こいつベロリンマンじゃない？分身して雪玉投げてきそうだけど。ケバケゲン。どこにアクセントを置けばいいのか全然わからんな。ケバケゲン。で、踊る大将か。赤ずず大将じゃないね。泥大将はやばそうだな。っていうか、この配置すごい戦いづらい。どうしようかな。サブを削った方がいいような気はするけど、後ろ攻撃できないんで、攻撃してみる？泥大将に。HP どれぐらいあんのかな。どう？ 198。それは倒せないね。にじむちゃんで、にじむちゃんも前に出てきてくれ。ささがに避けるか。416、なかなかのダメージだったね。合計600ぐらい食らわせるけど、まだ倒れない。そして、ケゴン打ってくる。ケゴンか、怖えな。これやばいね。サブがさ、全体術の使い手だと壊滅しちゃう気がする。どうしようかな。400じゃない、もう600ぐらい食らってるから、梅ちゃんでいけんじゃねえの？どう？ああ！こらー、しまった。こら、ケバケゲン、やめろー！ 54 か。ささがに、いかんな、これ。どうしよう、一回回復した方がいいね。ワンキンロちゃん。ケゴンは怖いが、ああ、でも、にじむちゃんの攻撃が結構、ああ、そんな、やめろー！なんか作戦出してる。作戦指示を出している。ちょ。ささがにお前。お前ってやつは。踊る大将には使わないで、それ。これで倒せんか。でもな、津波様の、おし、ナイスクリッマジで。ちょっと。これはどうする。梅ちゃん、マジ当ててほしい。梅ちゃんが当てさえすれば、そうだよね。だって回復してたもんね。泉ちゃんで倒せんじゃない？さすがにこれでいけるし。よし。HP どんぐらいだ ?1000 ぐらいなのかな。いやー、億万同士いらねえ。だいぶ前の武器だよね。いやー、消えたよ。即座に炎が消えたよ。億万同士ちゃん。攻撃力135。売りましょう。怖いけど、戦うか。お靴のなぎなた欲しいっすね。欲しいっす。また同じ編成か。これ、熱狂の回避来る前に止まったりしない？お！ 162。戦勝点2倍はいいな。いやー。330。お！眠らせた。最高でーす。よし。まあ、眠らせてタコ殴りにすれば。すげえ美味しいね、戦勝点、奉納点。1300か。こっち進んでみるか。動き出してしまった。熱狂の赤い火まであと炎一つ。ベロリンマンか。スロットは同じかな？おー、いいねー。よし、みんな！皆殺しだ！すげえもらえる。おー、泉ちゃんの上がり。技の土がボボンと上がり始めたな。まだまだ技力が上がりそうだ。ベニコベは編成はどうかな？変わってる？あ、なんかすげえ強そうじゃない。フレイザードみたいなやつ。お、黄色いけどな、スロット。止まんないね。茶碗が見えた。両面？宿。
なん宿難しい、読めねえ全然。強いかな、まあそんなでもないね。よく見たらそんなにフレイザード感はないな両面スクナ、両面スクナか、これは読めないね。とりあえずベニコベをぶっ飛ばす、右ストレートでぶっ飛ばす、よし、ありがとうございます。ベニコベは安牌だけど、熱狂の会議始まりました。で、踊る大将、うんだ、あと新手だな。お、マナ姫、万力王、大黒茶碗、わたつみの具。マナ姫は来なかったね。これはなんだい、あやかしババアやばいよ、あやかしババア。通常攻撃か、術とか使ってきそうじゃない、大丈夫、ぶん殴りババアかい。あやかしババアはさっさとつまみ様が倒してしまいなさい。どうだ、うん、マジでやべえな、俺回復した方がいいな、一回回復しよう。俺はすぐ終わっちゃいそうだな、熱狂の赤い日。あー、これがいい、ナルトやウズメ様を呼ぼう。ナルトやウズメ様降臨、初めて呼ぶよね。水の神様は回復してくれるはず。美人だな、泉ちゃんのお母さん。あー、攻撃した、攻撃に出やがったあ、でも強いな、すごいダメージだったが、攻撃した方が良いと判断したんだろうな、ウズメさん。危ないよ、回復だったでしょ、どう考えても回復しなきゃ。もうこれでババアを、これのババアを射殺し、できないのか、できないのか、ババツミ、よし、ケゴンね、ケゴンを使っちゃうよね、これは辛いね。倒せんか、よし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 、倒したぞ、あと一回戦いたいな。わー、これ大筒だ、万力王、よし、熱狂な会議はまだとどもっているぞ、俺の心に。うん、ここか、まず大黒ちゃんから見よっか、どうかな。売れば豪邸が立つほどの品か、政治を裏で動かすほどではないのね。万力王、お、あー、服か、服か、服だけじゃな。でもな、効果がわかんないからな118上がりますか、攻撃。でもな、服効果わかればな、どっちがいいのかな。とりあえず装備してみるか、一回万力王、うん、住みます。あ、驚がいい、驚対処がいいよねいやー、ベニコメの方が良かったかな、ベニコメだったらサクッとほふって驚対処突っ込めたかな。お、なんだこれ、なんだこれ、止まった、止まった、なんか強そうな鎧も止まった。これはすっげー顔色の悪い人が卵をベーってベーってやってる。あ、こいつか、飛びまなこ、あれ目玉なのか、目玉か、あれ生卵とばかり思ってたけど、飛び卵かと飛び卵かと思ってたけど違うね。にじむちゃんがチェスト、作戦指示、なかなかな、冷静なんだよなあいつ、さすがにマジやだな、ゆっくりよ、でかすぎるよ。よし、じゃあもう、ゲンタ行くぞ、ゲンタ。ゲンタだ、ゲンタ。当主の指輪を天に掲げた。ゲンタ、君に決めた。行け、ロケット頭突き、どうだ、お、いいね、いいダメージだ。ナイス、畳みかけろ。よし、これ、もう一回いける、もう一回いけるかな、どうかな。先人の弓、先人の弓、属性正かな。戦の神といえばマルスですから、マルスはマウス、火の属性武器かなゲットしちゃったよ、よしよしよし。さらに大砲を隠じら、俺は大筒ですね。にじむさん、にじむさん
技全然上がってないじゃないですか。成長期でしょあなた。あー消えた、消えました、残念。でも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 、先人の弓最後に取っとくか青不動の鎧、お強いね。防御力205、重防具か。重防具だから梅ちゃんが装備できるかな。大砲おかくじら、お来たよこれ。攻撃力192の水属性、単発。これで三段と単発でそれぞれ属性武器が揃ったわけだな。水か。にじむさんの水の、技の水はどうでしょうね。で、で、ほい、先人級。こっちの方が属性武器であってほしかったな。にじむさんの、技の水、低いな。163。これ属性武器装備する意味あんのかな。津波様とかね、400超えてますけどね。まあ、アクセサリーの増加分も含めてなんだけど。泉姉さんとか700あるしね。何倍すれば泉姉さんに達するのよ。まあね、素質も、一番低いとこだもんな、技の水。でもまあ、いい装備をゲットしたよ。ナイス熱狂の赤い火。ミニコベも相手しちゃう。残り炎一つか。まあ、死なない程度にね。死なない程度に頑張りましょう。石猿とか止まってくれてもいいよ。ダメかい。ダメかい。進むと宝箱とか欲しいなあ。あー、ちょっとちょっと、俺、ベニコベに当たろうとしたのに。スイって出てきたな。まだババア引き連れてるし。マナ姫か。マナ姫止まんない？ダメか。ちょっと戦いづらい編成だなあ。重いねえ。ババアどもが。あ？ちょっとちょっとちょっと。何何何？あやかしババア C の変身。敵陣に7人岬 A が出現。ババア。ババア！変身。ババアだけが変身するんじゃないのかよ。合体だろ、どっちかっつうと。いやー、これ大丈夫か？これやばい、やばそうじゃない？七英雄みたいなやつが出てきたな。どうしよっか。もうボス戦闘もう、これは。仁王水を使う。仁王水！にじむちゃんが一発もらってるけど、大丈夫かな、あれだけあれば。力士水も使っちゃう。シミス変身とか。梅ちゃんな、ちょっとな、健康度がな、なさすぎて。もう奥義は使えない。一発決めてみようか。くらえ！当たんない。当たんないか。こんな時は泉姉さんに頼ろう。泉姉さん、もう行こう。通常攻撃じゃないんだ。攻撃パターンはこれは踊る対象と同じってことか。ヘゴン、威力上がってんのかな。どう、あ、あれなんだよ連発。え、ダブル攻撃、連続マン、連続マンってことか。これはちょっと、どうしよう。一回回復した方がいいよね。やばい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 。え、退却した方がいいかな。これは何か恐ろしいことが起ころうとする。もう一丁満金炉。もうこのバトルで終わりだろうな、今月な。連続攻撃ってわけじゃないよね。泉ちゃん、こう当たらない。全然攻撃が当たらんやんけ。早取りだ早取りだ。装甲しぶき丸山でいくか。いけ津波様、お願いします。どうだ。これでだいたい600クラスターが倒れない。通常攻撃、通常攻撃怖いな。どう、ああ、そんなでもない。畳みかけろ。七光の御霊だ。
はしゃまる様お願いなんとかしてくれ。すげえ嫌がるだろうな、かしゃまさんは。しょうがねえな、来てくれるかな。おお、それも面白かろう。どうだ、464。ダメなのか。じゃあもう攻撃当てて、お願い。うわー、お願い、梅ちゃん当ててよ。泉ちゃん、泉ちゃんお願い当てて。やったー。いやー、怖えなー。あ、すごいすごい炎点1500だって。ボスだよね、もうね。ありがとうございます。いい上がりです、いい上がりです。どう？もう、いや、まだなの？まだなんだ。まだ行くんだ、今月。完全に終わる気満々でいた。じゃあ、もうワンオドロー行っちゃうかい？ん？ああそっか。見えないとこにいるのやめてくれる？こいつか。お、石猿、石猿こーい。おお、本当に来た、本当に来たよ嬉しいな。ありがとう、ありがとう、ベニコベくん。よくぞいてくれた。イエーイ、石猿ゲット。これは嬉しいな。え、終わり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 だよねちょっとね、安心したかもしれないいやー、おどろ大将は大変だっていうか、ババアが大変だ。あいつ普通に変身してくるからな。なんか条件あんのかな、わかんないけど、とりあえずね、マナ姫戦も一旦で倒せましたし、ムツハナ御前も解放できたし、いろいろね、武器もゲットできたんで、上々ですね。素晴らしい11月でした。一回帰りましょう。今日へ帰還。帰っておいで。ただいまっす。お帰りなさいませ。いやー、すげえババアがいたよ。やっぱ新ダンジョンは怖いね。新しい術の巻物が一本。石猿。以上の一本です。朗報です。天界に水の神様、ムツハナ御前様がお戻りになられました。美人さんだったなぁ。はぁ、脇下家の皆様にありがとうとお伝えするよう、大正天ひるこ様に、ひるこ様からことを預かっております。じゃあ、ちょっとムツハナ御前様に、好きですと伝えてくれるように、大正天ひるこ様に伝えてもらえますか。漢方薬屋さんに新製品、満を持して登場。名前は、虎骨流血でいいのかな？虎ちゃんと竜神刀って感じでいいね。なかなか縁起がいい名前だね。全然新薬を使ってないけどね。あの毒のやつとか。あの漢方薬屋さん、新しいお薬ができると、胃の一番で当家に知らせに来るみたいなんですけど、そうなんだ。まあ、一番使うんだろうな、脇下家がな。うちで人体実験をしてるわけじゃないですよね。そんなまさか人体実験をしているのは津波様ぐらいですよ。脇下家の宗教部門への投資が実り、長らく廃れていた今日の冬の風物、餅と白雪祭りが再興されます。再興しちゃった廃れたままにしとけばいいのにね。餅か。この祭りでは家内安全、商売繁盛、夫婦円満、合格祈願、恋愛成就などいろいろ多方面に対応してるな。まとめてお頼みしても大丈夫。大丈夫ってどういうことなの大丈夫ってどういうことなんですかね。何しろ、餅と白雪祭りの祭神は、餅の花大吉様と、あ、苗場の白雪姫様もなんだ。そうか、なるほどね。お二方、そうですか。あの体ですもん。どんな願いもどんとこい。勝手なこと言ってっけどさ、ただし、お供え物は食べられるもの限定。特に甘いものなら霊気もバッチリあらたかって噂です。そっか。甘いもの好きなのかな、餅の花大吉様。そうですか。お、梅ちゃん様。半年前に相場を張った塩の生産書が届きました。ご報告申し上げます。どうかね。塩やばそうだけど。6月の塩相場93。買ってる時もだいぶ低いからいけるかな。99枚の買いで手数料込み11,127両。さて、今月の塩相場は、そこまでひどいことにはならないと思うけど、できれば得したい。ああ、93。99枚で920両の損。手数料分ってことかな。全然いいよ。さて、続きまして、相場変動の報告。豆は、ああ
やっべえよこれ。黒い月曜日150両安、現在150両までバンと大暴落。マジか。または様子見で値動きだし。これは先月と変わらず81両。朝は不利石膏の7両安、現在68両。何が起こってるんだこの今日で。以上です。そうですか。引き続き今月新たな術を習得された方を発表いたします。全然得できないね。梅ちゃん様、にじむ様、これは石猿かな。以上の方が延べ2種の術を習得されました。後でご確認くださいね。ありがとう。さて今月は何。いやー疲れたな、なんか疲れるな。一回セーブしましょうか。はい、続きをやっていきましょう。12月です。年の瀬ですね。まだね、ちょっと何をするかを悩んでたんですけど悩んではいたんですけど、決めました。もともと11月か12月のどっちかで泉ちゃん更新と言っていたと思うんですけど、もう1歳6ヶ月なんだね。なんかね本当にね、ついていけないわ時の流れに。健康度100ではあるんですけど、まあこれ以上引っ張るっていうのはないかな。今月泉ちゃん更新しましょう。天商店稼いだね。津波さんはすげえ出てるからな、戦場にな。すごいね。ちょっとちょっと今気づいたけど、忠誠心君、これはどうしたことかね確かに先月留守番だったけど、80とな。これは由々しき事態だ。ものをやろう。ああ、結構あるね。売らずに取っとく作戦は英断だったかもしれないな。ただこのペースだとすぐなくなっちゃう気もするけど。留守番しても下がる、出陣しても下がるってのはどういうことだ大黒茶碗はちょっと上げられないけど、それ以外だったらいいな。天竺茶碗、十文字茶碗、固定名茶入れ、象耳花入れ。これだけ二つあんのか。象耳花入れにするか。お子ちゃまだからね、ペロムちゃんね。ゾウさんとか好きでしょ。これね、総翼院に住んでるかわいそうなゾウたちがね、くれた花入れですよ。これで、ちょっと、忠誠上げてもらえないだろうか。はい。これ変わんないんだっけ？固定なんだっけ？絶対思ってないもんね。嬉しそうじゃないもん。上がりきらないしな。まあいいか、94あれば。くそー、振り回されてるな。好きだ。ペロムちゃん好きだ。あれ、祭りはやってるわけじゃないのか。やってる？どっかで。復興したってだけで、別に今月やるよっていう話じゃないのか。でも雪も積もっていい感じだね、今日ね。神社もできたんだよね、これね。なんだっけ、名前はもう出てこないですけど。一生出てくることはないと思いますけど。御霊代神社。通称なめわか神社ですね。偉大な男の魂が眠っている神社ですよ。まあ祭りやるときは初回は教えてくれるでしょう。相場ひどいことになっているはずなんだけど一番安いのは朝か。朝買っときますか。99万円抑えとくか。紙がね、ヤパ吉様の残した負の遺産さえ吐ければそっから儲けられるかなと思ってたんだけど、そんなこともなさそうだ。梅ちゃん頑張ろう。一緒に神様にね、お祈りしようね。なめわかにお祈りしよう。ということで、泉ちゃん更新行きましょうか。奉納点6万点か。すげえな。先月だけで1万点弱ぐらい稼いでるのかな。もうあれだね、先行試合出るより普通のダンジョン行った方が全然稼げるようになりましたね。泉ちゃんはね、自分の長所を伸ばせるお相手がいいと言っていたんですけど、どうですかね短所を補った方がいいんじゃないか。最強の選手ができるんじゃないかなとはちょっと思うんだけど。
さらにこの長所を伸ばせるような人がいるのかしらね。まあちょっとフラットな気持ちでね相手選びをねしていきたいと思いますけど、すごいもんね。もうえ、これ一番下、一番下だ。一番奉納点が高い男神様は氷の王子様。すげえ。4万3000点が最高か。ほっほー。だいたいどれぐらいの奉納点を今月ぶっ込められるのかがね、ちょっと見えてないんだけどね。雷王獅子丸さんは絶対西武ファンでしょ。西武ライオンズっていうユニフォームを着てそうだな。すげえね。強いな。日光店時様。この辺もう4万点とか超えると全然穴はないよね。日なしの啓太様。おー、特徴的だな。広告店ほえまる様は行方不明なんだ。奉納店3万3000点か。かっけえ。月光店よみ様。かっこいいね。3万点ですか。あ、あなたがあなたがなめ祭りつゆひこさんですか。おー、いい名前だいい名前だね。割と穴がありますな、遺伝子情報に。まあ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 、おじいちゃん、おじいちゃんすぎるでしょ、ちょっと。でもさすがにさ、奉納点高い人はみんなあれだね、人型じゃない人もいましたけど、西武ライオンズの人もいましたけど、人型が多い気がする。天水恵比寿強いけどね。強いけど、ちょっとご高齢すぎる。あー、かっこいいわ。チェンジュのフクロータ様。鳥系か、またしても、俺の心を掴んでくるのは。めっちゃかっこいい。フクロウの神様か。いいですね。小玉のネタロウ様かっこいいね。寝てるのか何なのか強いなぁ。不動泰山さん、不動泰山様ぐらいから見たことあるんだっけね。不動すぎるんだよなぁ。なるほど。そうか、男男身狩りをするぞと言いつつ解放できたのって稲荷の小次郎様ぐらいなのか。まあね、十分強いんだけどね。奉納点もこれだけ有り余ってるからどうかなせっかくね、毒で解放しといてなんだけどね。難しいな、わかんねえんだよな。あと何世代ぐらいでラスボスまで行けるのかがわかんないからね。なるべく奉納点低めの神様から詰めていった方がいいのか、それとももうそれなりにぶっ込んでいいのか判断ができない。そういえば七天才八鬼様もいましたね。七天才八鬼様なー、強くてなー、いいんだけどね。ちょっと俺より人気あるからさあんまり出番を作りたくないんですよね、七天才八鬼様には。どうしよっかなー。泉ちゃんが低いのは技の人、体の風か。デコボコすぎるなぁ。体の風がもう少し高ければなぁ。赤羽天神様か。赤羽天神様。ボケが来ればドンピシャだけどね。不敬なんでこんな弱いんだろうな。誰お前の父ちゃん誰よ。ちょっとね、博打、まああれだな、お母さんのうずめ様もね結構博打だったんだけど、それに勝ったんだよね泉ちゃんの時はね。危険だな。でもどうかね。悩んだけど赤羽天神様にしようかな。まあ奉納点的には超いいところですし、多少ね、デコボコした素質になっても、そこはご愛嬌じゃないですか。決めました。泉ちゃんのお相手は赤羽天神様。はい。おー、いいね。絵になるね。
赤羽くんさ、あのさ、うちさ、そろそろ男の子欲しいんだけど、一つよろしく頼むよ。じゃあ、よろしくね。かっこいいね。好青年だ。願わくば、鬼のように高い泉ちゃんの技の水と体の火がね、受け継がれてほしいね。裏でいいから持っててほしいんだけど、どうでしょうね。と赤羽さんの高いところがうまーく来てくれれば。お、やったやった、男だ、男の子だ。よくやった赤羽くん。体の火ロストしたね。あ、でも水は来てる、技の水は来てる。ちょっと、ちょ、もう 2,3 分見てたよね、あそこね。明けましておめでとうございます。おー、おめでとう。今年こそ悲願達成、バーンと。今年、今年求めちゃう、それ。まあ、四天王じゃ無理でも、大ボス狩りは行きたいですけどね、今年ね。いやー、ついに男の子が来たか。さすが泉ちゃんだ。